どうも、酪農家のたくまです。今は12月31日の朝なんですけど、まあ、あと何時間もすれば、2020年が終わってしまいますね。視聴者の皆さんにとってこの2020年はどんな1年だったでしょうか。まあ、多分ほとんどの方がですね、このコロナの影響でいろんなことを我慢して、なかなかいい1年だよって言える方は少ないんじゃないかなと思います。まあ、僕もちょっといろいろ予定してた行事とかが全部流れちゃって、少し物足りない1年だったなと思っています。まあでもそんな中でですね、今年の2020年僕振り返ってみると、あの SNS を結構使いまくった1年だったなと思っています。まあ普段だと僕 SNS とかあの見る専門なので、自分から発信することっていうのはそんななかったんですけど、今年1年はあの YouTube やったり、まあ、Twitter もいろいろツイートしまくったりとか、させてもらって、おかげでいろんな方とつながることができたので、まあすごくそこに関しては有意義な1年だったんじゃないかなと思っています。またのんびりマイペースになりますが、来年もこのチャンネルで動画を上げていきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。来年はですね、この酪農とかそういうジャンルだけじゃなくて、他にもいろんなジャンルの動画を作っていきたいなと思っています。はい、それでは2020年動画をご視聴いただきありがとうございました。視聴者の皆さん、良いお年をお迎えください。バイバイ。